はい、ということで今回はもう一度ね、このガチャ、無料ガチャ10連が始まってるのでやっていきたいと思います。ということでプレミアムセレクションガチャで、初回は10連無料ということで、排出対象キャラを選んで5体選んで、それが出やすくなるってやつですね。それが始まってるので引いていきたいと思います。で、いろいろ調べたんですけど、どれがいいか各属性1体ずつ選ぶんですけど、ちょっとこんな感じで調べたんで、これを選んでいきたいと思います。で、僕なりに選んだのは薄墨がね、一番出てほしいと思うんで、こちら薄墨を狙っていきたいと思います。薄墨と塚原、あ、じゃあマムルか、マムル、マムルですね。薄墨とどうやって選ぶんや、薄墨と、あ、そこですね、薄墨とマムル、マムルと、で次は赤マナフ、赤マナフですね、赤マナフ、どれや、どれや、これか、赤マナフ、赤マナフ、赤マナフと、で、あとはみなもとかめ、なんやろ、みなもと、かめはさ、わからんけど、はい、あとは闇属性はチャシャネコですね、チャシャネコ、これで答え選びます。はい、ということで選びました。じゃあ初回10円ガチャいきます。完璧になるか、初回ガチャ、はい、確定演出来るか、ゴー、さあ来るか来るか、どれ当たれば、薄墨当たればいいんだけど、止まれば、おー止まれば、来たか、おー赤マナフ出た、一応神引きか、おー赤マナフ2体、え、同じの2体、やば、一応一番いいやつが2体当たったんで神引きですね、すげえ、マジか、すげえ、はい、ってことで、はい、今回はプレミアムセレクション、あ、セレクションガチャか、ん、プレミアムかセレクションガチャでした。ご視聴ありがとうございました、はい、よかったら次回も動画よろしくお願いします。バイ。